こんにちは、秦野市リナ音楽教室主催のリナです。今日は秦野市で2歳から通える音楽教室リナ音楽教室の幼児さんのレッスンについて、生徒のね、ママさん方のお声を交えてご紹介したいと思います。ね、近年ね、お子さんの習い事を始める年齢がどんどん早くなっているかなと思います。で、周りのね、お友達がいろいろなことをね、こう習い始めたりすると、あ、うちの子も何かね、始めないといけないかなとかというふうに、考え始める方が多いんじゃないかなと思います。で、そんな時にね、日頃のお子さんの様子をご覧になって、落ち着いて取り組めないかなとか、集中しないなとか、すぐに嫌だって言うなとか、飽きやすいとか、人見知りだから大丈夫かなとかね、そういうことからまだ様子を見た方がいいんじゃないかなって思われて、年長さんとか1年生になるまでなんとなく待ってしまうということがないでしょうか。そんな方にこそね、ぜひリナ音楽教室の幼児さんのね、レッスンを知っていただきたいなと思って、今日はこんなライブをしております。私たちがね、子供の頃にピアノを習うとか、エレクトーンを習うとか、そういうね、習い事始めるといえばね、ピアノとかエレクトーンを弾くっていうこの行為ですよね。それと同時に音符、例えばドレミを読むとかね、覚えるとか、そういうことですね。そしてリズムです。音符の長さとか、休符の長さとかね、そういったものは覚える。そして音符をね、例えばドを覚えたとしましょう。でもね、鍵盤の中にはドってたくさんあるんですよ。一つじゃないんですね。今自分が覚えたこのドっていうのが鍵盤のどのドなのかってことですよね。どの高さのドなのかとか、そういったところも覚えなきゃいけないっていうことですよね。そして右手と左手ってどっちかなとか、あと指の番号ですよね。どこから1番なんだろうとか、そういうことです。そういったことをね、もうレッスンの初日から覚えていかないといけないんです。で、昭和の子供とか、平成の初めぐらいの子供というのはね、それでもなんとかついていける子が多かったのかなというふうに、今思うとね、想像はできます。ただ、全員がついていけたかといったらそうではないと思うんですね、やっぱりね。で、それをね、現代っ子にやらせようっていうふうに思うと、現代っ子はね、そもそも今指先を使わない生活をしていますよね。スマホとか見てこういう動きとかはもう赤ちゃんからできるって言われてるんですけれども、要するにこの指先をしっかりこう使って何か作業するとか、そういうことをしていないので、大人が思うよりも指を一本一本思うように動かすっていうことがとても大変な作業になってきます。で、要するにね、動かないから指を動かすだけで精一杯なのに、落ち着いて座って先生のお話を聞いて、一度に楽譜のこと、いろんなことを覚えていかなければならないとなるとね、その覚えていく量が多すぎてすぐパニックになります。できない、無理、やりたくない、もうすぐ始まります、これが。で、現代子の集中力とか忍耐力の問題から考えてみてもね、おそらくね、そうなるだろうなっていうのは想像ができる方もいらっしゃるんじゃないのかなと思います。で、そんなね、現代子のために私が作ったのが、ピアノを習う前に、必要なことを先に準備してしまおうというコースです。リナメソッド2歳児からの音楽チークレッスンです。リナメソッドでは2歳児さん、年少さんの一つ下の学年から、始められるコースになっております。要するにね、ピアノに必要なことを音楽面、例えば音符、リズム、歌、鍵盤の位置ですね、
それから、まあ、知育面で言うとひらがなとか数とか指作りとか、まあ、そういうことですね。そういったことを、まあ、スモールステップで、まあ、楽しみながら学んでいくとともにですね、ご挨拶とか準備片付けとかね、まあ、生活に必要なことですよね。そういったことも、まあ、自然に身につけていくレッスンになっております。ピアノを弾く前にね、まあ、できることがどん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 増えていきますので、ヒナメソッドを経てピアノコースに進んだ初日にはね、もう自分で楽譜を読んで楽しく正しく弾き始めるというね、この目標ですね、リナメソッドの大きな目標なんですが、これをねどんな子も実現します。で、あのリナメソッドのうちに宿題とか練習が習慣になりますので、またそれでね、あの自分で楽譜がもう読めるようになっていくわけですよ。ですからもちろんね、ピアノの練習も自分でできるわけですね。まあでもね、これはね、あの放っておいたらできないんですよ。あの放っておいて勝手にお子さんがあの自らピアノに向かうかって言ったら、それはちょっと難しいと思いますので、環境はママやパパが整えていただくということが大事になりますね。ご関心を、まあ、継続的に持っていただいて応援していただくということは、必要になりますが、隣でママが張り付いてこれがどうでしょうれどうでしょうみたいな感じでこう先生の代わりに教えるみたいなことは一切必要なくて、お子さんが自分で自分の力で楽譜を読んで練習することができます。でね、あの最近ですね、あのうちの生徒のママたちに、いろんなねお声をいただきましたので、今日はね、それもご紹介していた、きたいと思います。レッスン始める前は、少しでも難しいことがあると、自分には無理だというふうにして諦めてしまう子でした。ヒナメソッドを始めて、やればできるんだということを知って、新しいことにも前向きにチャレンジすることができる子になりました、ということですね。また別の子は、忍耐強く集中できる時間が長くなりました、できるという自己肯定感が高くなったと思いますということですね。これもとてもいいですよね。それからひらがなとか音符が読めるようになったので、自ら進んで宿題を進めていますということですね。これもいいですよね。まだピアノを始める前にもう自分から宿題をしているということですね。あとは目標の達成に向けて努力することが自然にできるようになりました。これもとても必要なことですね。あとは歌が上手になりましたっていうこともあります。あとね、悔し泣きを覚えて自分で頑張らないといけないというふうにね思うようになりましたとかね、これもとてもいい刺激ですよね。できないと悔しいっていうふうにレッスンを通じて初めて知ったっていうことですよね。これもね、生きていく上でとても大事な感情かなと思います。そして親の前ではできないことはできない、できることもやってが多い可愛いですねできるのにやってっていう風にね、ママパパにやっていただくことが多いっていう娘が、リナ先生のレッスンではひたむきに黙々とやり続ける、できなくてもやってみるという娘の姿が見れました。親が知らなかった娘の嬉しいや悔しいを引き出してくださって感謝しておりますということだそうです。ね、子供たちはねできるんです本当はできないっていうのはね、ママたちに甘えてるんですね。でも本当はね、子供たちはみんなねできるようになりたいと思っています。そこをね、リナメソッドではうまくついてできるようにしていくっていうことですね。はい、それからね、あの講師リナはどんな人っていうことも聞いてみました。生徒思いの熱い先生です。子供のことを信じて必ずできたまで導いてくださいますということですね。それからできるようになるまでとことん付き合ってくださり、子供と同じ目線で向き合ってやる気スイッチをうまく入れてくれる魔法使いのような先生ですということですねこの魔法使いっていう言葉はね、他の、あのママからも、ね、いただきました面白いですね。あとは嘘のない先生です。娘もそれを分かっているので、
褒められた時の嬉しさが倍増しているのだと思いますということですね。あとは子どものことをしっかり理解してその子に合うやる気スイッチを見つけ出してくれる先生ですということです。そして、一言で言うなら熱い先生です。指導にはブレや妥協のない真の強さと技術を感じます。そして何よりどの生徒さんに対してもとにかく愛情深く裏表がないとても信頼できる先生ですということです。そしてで、私の中のピアノ教室のイメージを変えてくれた先生、また子育ての助っ人のような人です。飴とムチを持ち褒めるタイミングが子どものツボにしっかり入る勉強になりますということだそうですね。本当にどんなお子さんでも私は見捨てるとか見放すということはありません。必ずね、できたまで連れていくということを目標にレッスンしております。人生初めての習い事として2歳児さんにもできますし、ピアノを習いたい年収、ね、ごめんなさい、ピアノを習いたい年少、年中、年長さん、それからね、1年生にもおすすめのコースだと思います。またね、他のお教室で習っているんだけれども音符が読めないとかリズムがわからないなどで自分で練習ができないと、お悩みの幼児さん 1,2 年生ぐらいのお子さんにも効果がありますので、ぜひねご相談いただければと思います。コースの詳細につきましてはインスタ、ブログ、ホームページなどご覧ください。リナメソッドのねレッスンの、実際の様子とかピアノレッスンに移行した初日とか2回目などのレッスンの様子、それからまたねもう少し進んだもうピアノコースで数年習っているというようなこの演奏などはインスタとか YouTube からご覧ください。インスタプロフィールとか YouTube の説明欄にねリンクが貼ってありますのでぜひねご覧になってください。はい、それからね、1歳児の2歳さんもいらっしゃいますよね。年少の2つ下の学年の2歳さんですね。その年齢で始めたいなという方は育能レッスン、ピアノで久保田メソッドのコースがございます。こちらはピアノとグッズを使って脳のね、ワーキングメモリー、短期の記憶ですよね、を鍛えるレッスンになります。脳のスペックを高くするというイメージですね。スマホもねギガ数が小さいと、すぐにストレージがいっぱいですとかになって、動画とか写真が保存できなくなったりとか、できないことが多くなりますよね。動作が遅くなるとかね。でそれと同じで脳も高スペックになるとたくさんのことを覚えたり、あれがダメならそれ、それがダメならこれみたいな感じで複数の選択肢が増えたりとか、勉強やスポーツ、手先を使うことなど、そういったことがね得意になったりするそうです。で実際にレッスンは私が弾くピアノを見て聞いて真似することでワーキングメモリーを鍛えて、理解力とか思考力とか判断力、集中力、行動力など人間が考えて決断して行動する、そこの全てに関わっているという前頭前野を育てていきます。地頭のいい子を育てるというイメージですかね。で育能の黄金期が 2,3 歳というふうに言われているので、2歳からのスタートがおすすめですよということです。レッスンではピアノの真似っこ以外に指先を使うグッズなどもね、取り入れながら短期の記憶を鍛える遊びをしていきます。この育能レッスンピアノで久保田メソッドには宿題がありません。ですのでね、2、3歳の初めての習い事として始めてみたいなっていうお子さんですね、そういう子におすすめかなと思います。あまりね負担がないですので、先生と一緒に遊んでるっていうような感覚で通えるんじゃないかなと思いますね、お子さんにとっては。1歳児の2歳さんはもちろん、ピアノで久保田メソッドで始めるんですけれども、
2歳児さんですね、年少さんの一つ下の学年とか、年少さんもピアノデクボタメソッドでスタートするっていう方がね、割と多いです。そして、まあ、脳の成長を見ながら途中でリナメソッドを併用していくんですね。でそして、まあ、ピアノに進めるような準備を行っていって、でピアノコースへ移行することを目指していきます。年中さんや年長さんの場合はリナメソッドでスタートすることが多いですね。まあ、場合によっては、発達具合によっては、併用して両方いっぺんにスタートするっていう方もいらっしゃいます。まあ、それはね、お子さんの様子と合わせてご提案させていただきますので、気になるなという方はね、どうぞ両方の体験レッスンを受けられてみてください。体験レッスンのお問い合わせはインスタプロフィールのリンク、または YouTube 動画下の説明欄から、体験レッスン用の公式 LINE へメッセージをお願いいたします。新年度のスケジュールがね、もう決まりまして、まあ、残り枠はね、そんなに多くないんですね。わずかなんですけれども、平日は、早い時間、3時台、4時台に空きが、いくつかあります。で土曜日はね、夜に空きがあります。でもし金曜日をね、ご希望の方は、ちょっと時間調整できるかなと思います。まあ、そんなところですので、まあ、お早めにね、体験レッスンにいらしていただければと思います。はい、今日はこんなところでした。またね、ライブしたいと思いますので、どうぞお付き合いください。はい、ありがとうございます。